アニメ化。ヘビーガンダム。型式番号 FA78-2。 メカニックデザイン規格、モビルスーツペズンで設定された機体。時は宇宙世紀 0079、 一年戦争後期。ガンダムに増加装甲を装着して防御性能を引き上げ、戦艦並みの破壊力まで持たせるために開発された、フルアーマーガンダム。この機体の開発計画はフェデラルスーツウェポンシステム計画と呼ばれており、後に様々な機体の増加装甲案、いわゆるフルアーマープランの礎となるのだが、この計画では一説によると、既存の機体の強化案以外にも RX78 や RX81 の後継機として、高い防御性能と攻撃力を持ちながら、フルアーマーではない仕様も開発していたという。そしてそれが不遇の果てに進化をつかみ取ることになる機体、ヘビーガンダムである。本機はフルアーマーガンダムのコンセプトと違い、素体自体の装甲と火力を強化した、直接重装甲型の新たなガンダムとして作られた機体であり、その特徴として脚部や上半身を、装甲を厚くした新規設計にしたことで、フルアーマーガンダムよりは重量が軽くなっており、それに伴いコアブロックシステムは排除されたため、いざという時は緊急脱出し、コアファイターで戦場から戻るという選択を選ぶことは、もはや絶望的になってしまったわけだが、そこは装甲の防御力でカバーすることが前提になっているようだ。また、頭部のカメラは最初はただのバイザー型であったようだが、昨今の媒体ではバイザー型のカメラの下に、ツインアイを伴ったものになっている。その他、重量は軽くなっているものの、それでも機動力は RX78-2 ガンダムと比べると、どうしても低くなってしまうため、ハービック社製の新型推進機を増設して補う予定があるほか、長距離移動の際に目的地までの推進剤の節約を兼ねて、ガンキャリーという G アーマーと同様の運用ができる、輸送用爆撃機も一緒に開発することで、機動力問題を相殺する試みがなされているようである。武装に関してはバックパックの左側にビームサーベルが1本、右側にジェネレーター直結式のビームキャノンを搭載しており、さらに特筆すべきは本機独自の武装であるフレームランチャーの存在で、これは火炎放射器的な武装ではなく、ガトリング砲と4連装ミサイルランチャーを合体させた武装であるわけだが、実際は蜂の巣にした上で爆破するなど、名前よりも凶悪な武装となっている。また、本機の頭部はバルカンを持たないものになっているのだが、オンラインゲーム、ガンダムバトルオペレーション2では、新たにバルカンが追加された頭部になっている。以上がヘビーガンダムの性能と武装になるが、本機は完成したか不明な点が多いフルアーマーガンダムに続く、新たな重装甲ガンダムとして戦場に現れるはずが、強化していなくとも強すぎる、アムロ機の怒涛の戦果の影響で必要性が低下し、さらに新型の推進機の完成が遅れていたために、一説ではデンバザーク大佐がジオンのペズン計画を調べるために、乗り込んだという話がある一方で、開発自体は一旦中止されるという悲しき運命を迎えてしまうのだが、本機はここで終わることはなく、以降二度の変化を迎えることになる。一度目の変化は一説では終戦から8ヶ月後、ジムに続く次期主力機候補の選定のために開発が再開され、宇宙世紀 0081 に、ヘビーガンダム2号機として3機から4機が完成することになった。そちらの方は開発再開に伴い、カラーリングの変更や、折りたたみ式のシールドを追加、フレームランチャーは未装備になっているようだが、代わりにドラムマガジン上のエネルギーキャップを取り付け、射撃回数が8割増しになった専用ビームライフルや、命中精度と飛距離を上げた専用バズーカを持つなど、新たな仕様として作られており、そのうち1機は大気圏突入テストの際に真っ白どころか、完璧に燃え尽きて失われたものの、一説では残りの機体は実戦参加も果たしたと言われており、さらには想定通りの性能も示せたらしい。しかし、最初の変化はここまでが限界で、結局他の量産候補機との競争に勝てず、
正式採用に至らないという不遇に再び見舞われるのだが、二度目の変化を迎える宇宙世紀0090。今期は劇的なビフォーアフターを迎えることになる。その舞台となる漫画、機動戦士ガンダム、モビルスーツバリエーションがある、ジョニー・ライデンの機関では、元キマイラ隊のメンバーであり、クローン技術によって生まれた強化人間の少女、イングリッド・ゼロの上機として登場。こちらの仕様は現存していた2号機仕様の本機に、前転周囲モニターとリニアシートや、バイオセンサーの搭載に加え、劇中描写から機動力の強化も行われたのか、その機動力も明らかに高いなど、なんということでしょうと言いたくなるほどの、魔改造仕様となっており、劇中では連邦軍によって重要な機密を握る、キマイラ隊のザンジバル級機動巡洋艦、サングレアスルを奪取するために投入され、ジョニー・ライデンだと言われる男、レッド・エイ・ラインが狩る高機動型ゲルググや、シャアが狩るディジェとも激戦を繰り広げているなど、新しい力を存分に発揮するその姿は必見である。しかもそこからさらにサイコミを使える調整を加えた、ニュータイプ専用機としての強化まで施され、ビットに加え脅威の補助兵装バストライナーまで、ノウハコントロールで制御可能になる予定であるなど、二度の不遇を超えてきた本機は、連邦の主力機になることは叶わなかったが、それ以上の至れり尽くせりなほどの進化を手にしたのであった。ちなみに本機の設計自体は、一年戦争時にガンナーガンダムに生かされたという説もあるが、ガンキャリーは、忘れられたのか不必要になったのか、本機と違い復活劇はなかったようである。おそらくこちらも現存していた2号機のうちの1機だと思われるが、小説、機動戦士ガンダム、モビルスーツバリエーションがある、ザ・トラブルメーカーズでは、宇宙世紀0081に、サイド6にある個人所有のコロニー、アガルタに駐留する、連邦軍のステファン・ローランドの上機として登場しており、漫画、機動戦士ガンダムモビルスーツバリエーション戦機、ジョニー・ライデンでは、宇宙世紀0082にジオン共和国の防衛隊所属機として登場している。もっともどちらも不遇な扱いであったが、トラブルメーカーズの方は途中で登場者が変わり、コロニー内の騒動を解決するために一役買うなど、挽回を果たしている。その他、機動戦士ガンダムオリジンの世界がベースとなる、メカニックデザイン企画、モビルスーツディスカバリーにも本機は登場しており、こちらでの開発経緯は極地型ガンダムから、ガンダム FSD を経て作られた機体になっている。ちなみにこの本機は漫画媒体にも登場しており、機動戦士ガンダム、ザ・オリジン、モビルスーツディスカバリー・ククルス・ドアンの島にて、ソロモン攻略戦に参加している。今回の解説はこれで終了となります。ご意見・感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では、次回の解説でお会いしましょう。